回数を伸ばし、サブスク音楽配信サービスのランキングで1位を取るなど、YOASOBIの代表曲となりました。YOASOBIという警察的にはあまりお勧めできないユニット名ですが、このユニット名の由来は、ボーカロイドプロデューサーという昼の顔を持つ綾瀬と、シンガーソングライターという昼の顔を持ついくらが、ユニットで活動するのは夜の顔というように区別しているようです。またユニットで活動するときは、YOASOBI感覚でイレギュラーなことにチャレンジしていこうという意味も込められているようです。それではお聴きください。夜にかけるです。Thank you.
かける」をお送りしました。続いて演奏する曲は